道を降りてくるあの女、赤銅色の日の光の中、まっすぐ背を伸ばし、誰にも目をくれない。若い頃の美しさをよく残していること、カシの木のようだ。冬というのにショールもつけず、腰には黄色い布、白い水玉模様のフリルいっぱいの青いスカートを着ている。彼女は役場へ行くのだ。キャンプの許可をもらうためさ。いつものように墓場の裏に、覚えているだろう、ジプシーたちのボロボロのテント、焚き火、派手な女たち、腹を空かせて死にそうな彼らのロバたちを。フリセーターのロバたちは低い柵の中でビクビクしているだろう。ジプシーたちの気配を感じて、私はプラテーロについては安心している。ジプシーたちが彼の小屋にたどり着くには町を半分飛び越す必要があるし、それに見張り番のレンヘールは私たちのことが好きだからだ。しかし私はふざけて命令した。恐ろしげな太い声で、お入りプラテーロ、ほら柵を閉めるよ、連れて行かれるぞ。プラテーロは自分がジプシーたちにさらわれないとちゃんと分かっていて、軽やかに柵を通った。その後ろで鉄とガラスの扉が壊れそうな音で閉まる。そして彼は一足飛びに大理石の中庭から花の中庭へ、そして裏庭へと矢のように跳ねていった。乱暴だね、散らしてしまったよ、青いつる草をその一飛びで。